どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。 3D ワールドトロールマジックバージョン2ということで、あのテルルさんのコースですね。説明文に前のアカウントで投稿していたコースを集めてちょっと変えてみました。やられない欠陥があったため再投稿しました。どうしたどうした、あのテルルさんと回ろう方が欠陥なんて出してしまったの？まあテルルさんも人間だもんね。いくらトロールコースを作りまくって慣れてますよ私みたいな雰囲気を醸し出しててもミスの一つや二つぐらいしちゃうよな。くっそそのミスを見つけてやりたかったぜ。でテルルさんはツイッターでこうやって言ってました。私もうバグコース作りません。ビビってるビビってる。そんなビビってるルさんのコースを今日は遊んでいきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.69%。 これ以上言ったら怒られる。いや違うんだよ、テレルさんと僕は仲がいいからここまで言えるんだよ。だからマジでみんな勘違いしないでほしい。はいどうもこんにちは。さあ左のハテナブロッカー、ただ開幕サカーラー。テレルさんよ、今日僕は絶対ガバを見つけてやるからな。サコは引っ込んでる。あーなるほどね、テレルさんってそういう人だったんだね。上から何かを振らせてくるのが多いってことは上から人を見下すのが好きな人なんでしょうね。完全な偏見。いやちょっといややっぱりマジと思った。えこれ当てたプロか何、それはもういいって。なんか今回魚が多いような気がするな。まあテルルさんのコースっていつも魚が多いようなイメージはあるんだけどね。そしてこれはいやなるほどチビであっていけってか。いやでもさこれチビにならなくてもいける方法なかったっけ。これ頑張ればいけるような気がするんだよな。くっほほほほほほ。見て見てテレルさん、これガバなんじゃないの。ほらほらこんなに当たっちゃってもいいよ。いやー早速ガバ1個見つけてしまったね。本来はここチビになっていかなきゃ進めないっていう感じだと思うんだよね。だからチビになっていってあげよう。もうしょうがねえなテレルさん、これはハンデだよ。もう簡単にクリアされても困るって、泣きつかれても困るからさ。さあ行こうかマリー。もうジャンプぐらいして。もしかしたらジャンプできないのかもしんない、勢いが足んないからさ。だからここは左に行く、そして右に向かってブイーンブイーンからのブイジャンプ。あーここは右下に車を捨てればいいんだと思いますよ。だからこの辺でジャンプだ、そしてすぐ上に行く。そしたらマグマか。いやさっきみたいな小さいガバじゃないでさ、でかいガバ見つけたいね。どうやってもやられることができませんみたいな。これは一気アップ、左のコインを取っても特に何もないとは思ってた。さあ土下に入っていこうか。このハテナは、いや何もないか、てっきり魚が襲ってくると思ったけど、いかにも怪しいこのキノコ。絶対隠しブロックあるんじゃないの。いや僕は分かってて行くんだからな。この上ある、ないね。えこれ取ることが合ってるみたいだ。えテルルさん寝てた。寝てるルさんですか。まあまあ取らせてもらうもんは。クッパが、クッパがバネを持ってきた。クッパを走らせんだ。はい、でも中間ポイントから、あんなクッパ様の攻撃なんてぬるぬるのぬるゲーだね。今ちょっとかみそうになったけど、でこれ左行けるようになってない。うわすげえ怪しい。ちょっとこっち行ってみようか、実はこっちが正解ですよみたいな。やべえ戻れなくなっちゃった。一旦このキノコ取っておこうか。キノコ取って右に行けばやられるのか。えこれ何だったっけ。おいおいちょっと待ってくれて、せっかく中間取ったんにこの幸せは何よ。ガバ発見しました。悪いでテレルさん、ガバなんか見つけちゃって。まあまあでも悔しがんなくていいよ、僕の方が一枚上手だったっていうだけの話さ。さあここは降りた瞬間すぐにブーメランを出していく。いこれは大丈夫か、成敗されたでござるか。いやされてないでござるよ、僕はまだ立つことができるさ。さあすぐ上に行こう。やっちまったか、これやっちまったのか、助けて。いやもう僕はねガバを見つけれたっていう時点でめちゃめちゃ大満足してますね。やっぱ制作者さんっていうのはガバが出ないように一生懸命試行錯誤して作ってると思うんですよ。それをテルルさんので見つけたっていうのがめちゃめちゃ嬉しいですね。ただの嫌なやつになってる。じゃあこれはしゃがんでいこうか、ワープブロックに入らないように。そしてオンオフをしてワープブロックに入る。これで合ってんじゃないかな。えダックしゃがめ、で今の風番年は何。もうちょっと当てに来いよテレルさんさ。じゃあここで弾を出してオンオフ、そして鍵を手に入れたね。え全然調子いいんだけど、もうめちゃめちゃぬるいよこのコース。どうしたどうした、うここがどうした。ヒントって書いてる。なんか左から迫ってきて
ってる。ちょっと待ってて、キモキモすぎる。いや何これ、集合体恐怖症の人はマジでちょっとこれ見ない方がいいかもしんない。ちょ、こっち見んだって。その顔やめろ。あのヒントが分かんなかったのよ、ここに来るまでに。だからもう行ける場所としてはここの鍵を取って鍵ドアに入らない。こっちが怪しいんだよな。あ、なんかピンポン言われたね。リワーブブロックに入れた。オッケーオッケー。そして右に中間ポイントあるね。あれ絶対取ってみせるよ。さあ行こう。ちょチョコサイダー。落とし穴があるところ全てに警戒しろ。隠しブロックがあるかもしんねえ。さあこのまんま右の中間ポイントを簡単に取らせてくれるとは思わないんだよな。でも急いで行こうか。もう急いで行こう。くそ。隠しブロックがあるじゃねえか。いやでもさっきの要領で行けばこれ頑張ったらいけるんじゃないかな。さっき一マス入れたもんね。行け。頼んでよ。なんで今度は一マス入れねえの。くっそ。くっ。魚を好きになることなんて私無理なんだよね。わなきゃ本当か知り得ない。そんな仕掛けにまた私落ちる。そしてやり直し。誰もが目を奪われてく。君は卑怯で鬼畜なテルル。今日際現れない未熟の生れ変わり。ああまた捨てるる。笑ってるで仕掛けられる。もうやらない。今ので疲れたから黙っていいかな。一人で勝手に歌って一人で勝手に実況やめようとするっていうね。しかもそんなに上手くもねえ歌を。いやいいのよ、下手くそでいいのよ。上手かったらさ、おーすげーってなるじゃん。でも下手だったら笑い棒にされる。もう一人でも笑ってくれる方がいるならそれでいいのよ。貴様、さあ真面目に実況やってきよ。なんでよ、おーした瞬間すぐ右に行くで合ってたんじゃないの。あ、なに中間ポイント2を取ったからといって難しくしてきてみたいだよ、このツテルルさんは。このストーカーが、ストーカーが押し寄せてくるんならすぐに逃げればいいだけの話さ。どうせお前はどこに行く。やばいね、こっから異次元レベルに罠の量がめちゃめちゃ多くなってきてる。ジャンプしてブロックを回避で、左の壁があるじゃん。左の壁より目の前のことだけを見ろ、ビオキング。ナムさん、上等じゃん。浮かれてるがいいさ。罠に引っかかってあげてるとも知らずに画面の前でニコニコと。で、この左の壁僕知ってるんでしょ。これもう引かとけ。左の壁のことを話させてくれ。あの左の壁があるじゃん、あれ壁キックできないようになってるんだよな。だから左下に落ちるみたいな。いやでもね、ちょっとそこで考えたんだよね。まだ変えてるって言ってたから、もうこの左の壁キックできないことを知って左下が実は正解みたいな。ほらほら。見て見て。はおお、かわいい。見てみて、かわいい。こんな動きできるんだ、マリ。これ叩いたらやられるだけだよね。この左の壁を壁キックできないっていうのは結構知られてんのよ。だからそれを逆手に取った罠かなと思ったんだけど、意外と違ったね。で、キノコがもらえたけど、このキノコ取っていっていいのかな。あ、いや、一歩で。あ、え、かわせた。やばっしゃ。ナイス。で、ここでパンブロック発動して、またパンが出てきたね。これは被ることはできない。もうお前ふざけんなって。何僕よりまくってんの。このざま絶対渡さねえかんだ。じゃあここはパンを発動した瞬間すぐ右に行けっていうことなんじゃない。そして透明廊下に入っていく。で、そろそろゴールがあってもいい頃だと思うんだけど、ずっと、うわ、信用するこれ。いや、僕はテルルさんなんか絶対信用しないよ。だから普通に降りていこうか。ステルルー、ごめんなさいね、信用しない僕がバカでした。だからここは普通に Z していこうか。もう何も信用できない、この人。デートの約束とかすっぽかすパターンの人だ、絶対に。ここあるんだろ。分かってんだ、テルルよ。そう簡単に罠に引っ掛けられると思うんだ。さあテルルよ、終わりにしようじゃないか。君を信用するのもこれまでだ。この一回だけ僕は信用するよ。このキノコは何だ。合ってる。まあデートする人なんていないでしょ、トロールコースばっか作ってるんなら。すげえすげえこと言ってる。いや違うんだって、そういう意味で言ったんじゃないからね。いやまあどういう意味かもわかんないんだけど、まあこっちで合ってんじゃない。そしてこれは叩いていいのかな。一体叩こうか。叩いた瞬間僕は何もしないよ。そしたらどうなる。右にゴールがあるよ。ちょ待って待って待って、これ左行っていいのか。右行ったらダメだもんな。ゴールできるんじゃない。頼む。やったー。
いや本当に今回もすげえ楽しませていただきました。ありがとうテルルさん。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、カメックスマイナーアイコンバイナンスということで、カメックは不憫な鉱夫ということでしょうか。で、鉱夫っていうのは鉱山で採掘する人のことを言うんだけど、サムネにはドッスンが3体いるよね。その3体のドッスンから逃げ切れっていうコースだと思うんですよ。いい感じのスリルが待ってそうだね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.07%。 そんで最近ツイッターが X っていう名前に変わってるじゃん。それに伴ってエンディングも作り直さなきゃいけないなって思ってるんだけど、そん時にこんなコメントもらうのよ。壊れたエンディングを作ってください、ふざけたエンディングを作ってくださいみたいな。いや、エンディングだけはガチでちゃんとさせて、せっかく全部見てくれた人に今まで見てくれてありがとね、ビャービャーとか言ったら全然おかしいだろさあ、こっから開始っていう感じか。ちょ待って、テロラさん、こんなところも邪魔してくんだって。いや、これはこっからがズルできるんじゃない。いや、僕これ攻略法を見つけたパターン。今後テルルさんのことをね、チョロップっていうのやめようかなって思います。いや違う、あったあった、チョロプーのことをテルルさんっていうのをやめようかなって思います。いや、初見さんの方とか見たらさ、絶対何って思うよね。まったくテルルさん、さっきコースをプレイされたからってそんなにはしゃがなくていいって。いや、気持ちはわかるよ、好きな配信者さんからコースをプレイされたらめちゃめちゃ嬉しいもんね。知識野郎がここにいます。ウオピーじゃねえんだよ、こっちはカナピーなんだよ。あ、これもう終わった。いや、終わってんじゃねえか。石橋いらっしゃいませ、トーヒマッサージの時間ですよ。おらららららくわ。そういやさ、めちゃめちゃ話変わるんだけど、マジでみんなにおすすめしたい商品があるからさ、ちょっと喋っていいかな。ファミリーマートのメロンフラッペっていうのがあるんだけど、それがマジでうますぎてやばいのよ。一回待ってて飲んでほしい、本当にとんでもなくうまいから。さあ、なかなかいい調子までここまで来てる。雑談してった方が僕は先に進めるのかな。いや、このね、プーの工具投げてくる場所がね、めちゃめちゃ、え、ドッスンおらんくなったね。いや、これなんで早く行き過ぎた。いや、ちょっと待ってて、ドッスン追いかけてきてくれって、こんなんつまんねえじゃん。もう絶対クリアできるってこんなの。これさ、僕思うんだけど、ドッスン3体を最後まで連れて行かなくちゃゴールできないっていうコースなんじゃないかな。だってそうしないとめちゃめちゃ簡単なコースになってしまうよね。ってことで、ある程度ね、ドッスンを後ろに置いておきながら先に進みたいと思います。これ大丈夫？いや、まだ後ろ来てるから大丈夫だね。え、いなくなったと思ってた。いや、いないよ、一匹ちょっと、一匹いなかったらめちゃめちゃ楽になるって、そういうの求めてたって。3体来いよ、もう3匹ちゃんと仲良くしろって。一匹喧嘩したのかな。いや、これは一番下が、一番下いないから大丈夫だよ。おばー、もうゆっくりやっていこう、時間に余裕があるっていうことは分かった。さっきどの辺からやられたか全く分かんないんだよね。もうどの辺から喋ってるかも分かんないもん。もう場面が似すぎてさ、あれここだったっけみたいな。キュッ、いや大丈夫か。 OKOKOK ちょっと狭くなってきてる。さあ、これでゴールなんじゃない。え、ドッスン3体連れてくる必要ないの？マジかよ。じゃあさ、ドッスンなしで行くこともできるんだ。いや、まだ遊ばせてくれると。で、これは DG。 ちょっと何やってんの。いや、これ倒せるか。なるほど、ここでカメックが出てくんのね。なんでスタートした。いや、でもどう倒そう、これ。これ倒すの無理じゃね。いや、このテルルさんマジ強すぎた。もう来んなって。いや、早いな、あいつ。あ、分かった分かった、このカメックがさ、ブロックを壊してるじゃん。これで、あ、キノコももらえるんだね。ナイスナイス。ってことは一旦このチョロプを踏んでおく。そりゃなんせ。でも、もう分かったもんね。このチョロップを踏んでカメックを動かさないようにしておく。で、このカメックがブロックを壊すとは思うんだけど、この時にノコノコか何か出してもらえれば簡単にクリアできると思うんですよ。コインはいいんだって。早くノコノコか何かを出してくれ。え、コインしか出さないパターンこれ。え、ノコノコとかランダムで出るんじゃないの。え、どうしよう、これ踏めるかな、カメックを。いや、絶対踏めないと思う。ブラパの下におったら踏めないから。あ、これさ、ヒップドロップしてしまう。なるほど、そういうことか。攻略を見つけたぞ。チョロップ倒したらいけないんだ。だからここにチョロップを埋めさせなきゃいけないんだよ、落とすように。さあ、チョロップ来るがいいさ。僕も連れてかないで。シンプルにむずいで、まず左に行った時にすぐに壊して上に行く。で、ここもそうしようか。まず左にやっておいて、ここを壊す。これで行ったんじゃない。落ちる落ちる。くっ、いいよ。マジマジマジ。これで勝ったんじゃねえかな。え、どんな感じ。え、カメックは、え、鍵ないんだけど。あ、カメックだけ生き残ってるって感じか。じゃあこのカメックを踏んだら終わりみたいな。
ハギがないよ。え、何人いるの？え、ちょっと待って、一匹だけじゃなかったの？くっ、どれ、誰かカギ持ってるよ。さあゴールだろ。オッケーオッケー、絶対ゴールが待ってると思うよ。下から行ったらドッスンがいるな。わざわざあっちの方から行かないよ。僕は上からドッスンが襲ってくるとかそんなことはないよな。やったいや、このコースめちゃめちゃ面白いね。ぜひおすすめのコースです。どうもありがとうございました。みんな今さ、マリメワンでネタ探してたらめちゃめちゃ面白そうなコース見つけたんだけど、 Google 検索で答えを導けって書いてるんだよね。で、例サムネの場合アンドシャープコロンかな、あの右上のやつは。だからその書いてるやつを Google で検索したら何かしらの答えがあるんだろうね。ちょっとすごくないこれ。やっててみるね。クリアンスはめちゃめちゃ高かったからそんなに難しくないと思う。いや、初めて見るよね、 Google で検索をしろみたいなコース。なんか問題が出んのかな。で、その暗号を入れたら答えが出ますよみたいな、多分そんなコースだと思うんだけど。で、これは全部入れていけって感じか。で、僕さ、これ iPhone でやってるんだけど、めちゃめちゃ入れるの遅いんだよね、記号とか。いや、みんな遅いでしょ多分。いや、これ偏見かもしんないんだけど、英語ってあんまり入れないよね。だからちょっとここで早送りさせてもらう。暗号、暗号シャープ1248 6 0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 
で、今終わったんだけど、これちょっと検索かけてみるね。そしたら、あれ何も出ない。すげえ、テルサが出たんだけど。いや、ちょっとこれ後で画像をみんなに送っておくね。送っておくっていうか、貼っておくね。そしたら、あー、なるほど。ここでテレサを選べっていう感じなんじゃない？テレサどこいる？で、このテレサのところに行ったらゴールができます、みたいな。いや、絶対そんな感じだと思うんだよね。え、こんな暗号あるの、テレサに。いや、これマジですよ、おい。もしかしたら他のキャラクターとかも暗号とかあんのかな？のこのこ暗号みたいな。出るわけねえだろそんなんで。まあ今回はこの暗号テルサだったということで、めちゃめちゃすごかったね。どうもご視聴ありがとうございます。ちょっと待った、気になることが一つない？もし違う場所に入ったらどうなるか、それだけ見てってみようか。まあやられる何かが待ってるだけだとは思うんだけど。お、意外といけるか。え、あ、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。